赤ちゃんの準備、服を脱がせ、全身の観察をします。入浴を控えるとき、熱が37度5分以上あるとき、下痢が続くとき、おへそや湿疹がジクジクしているとき、子育て世代の皆さん、子育て世代包括支援センターハッピーをご存知ですか？子育て世代包括支援センターハッピーでは、妊娠期から出産、育児までの切れ目ない支援を行っている機関となっています。今回ご紹介した赤ちゃんの抱っこの仕方や沐浴の実習もできます。ぜひお待ちしております。